どうも、マルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということで、もういい加減バランマをクリアしたいんですが、なかなかちょっとですね、仕事が忙しくて、タイミングが合わず、バランマをクリア動画上げられてないんですが、なんとか上げあのクリア動画作っていきたいと思います。今回クランさん鍵提供いただいてます。装備スキルこんな感じ、大天使杖、マルベリーも大天使杖無凸なんですが、ちょっとこれでいってます。まあどちらにせよね、私ジバリーナが、ドルモアがないので、こんな感じになっちゃってますが、まあ、これでいけるのかどうかちょっとわかんないですけど、一応賢者杖4編成でやってみたいと思います。装備スキルこんな感じでございますね。さあ行ってみましょうか。道具はこんな感じ。一応目覚め2でいこうか。さあ行こう、倍速チャレンジで。ちょっと今回は、ジャガンにスイッチしてます。アコール打つまではガードしていくと。私がどっちにしろドルモアないんでね、火力はあんまり期待できないので、大天使、大天使、大天使、ジャガンね。まあ、これいったらいけんじゃないかな。さあ、ギガブレイク。受けて、回復は。嘘でしょ？ここで石消化か。きついわ。そんなの聞いたことないよ、今の。全段集まったわ。どんだけバランさん機嫌悪いんですか。まあ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 、気を取り直してやっていきましょう。全段集まるとか見たことないんだけど。まあもう教訓にするしかないな。あそこでもうギガブレ入ったらベホイン打った方がいいんだな。まあ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 、次のギガブレ受けていきましょう。ライデンは大丈夫。ギガブレ行く。オッケーオッケー。マクをこれで1個入って、祝福回復入るから、どっかにピオラ投げるか。これでアクオガーに、もうちょい我慢して、ベホーをシモンさんに投げとくか。まあ、とりあえずはこれで、立ち上がり、序盤の立ち回りは完了というかね、こんな流れでいければって感じですが、まあ、今回ちょっと石紹介しちゃいましたが。まあ、その後ギガブレね、CT が早いので、相手の CT しっかり見て行動という立ち回りでしょう。ガード入れば間に合う。シャンメネさん間に合うよね。オッケーオッケー。で、ギガブレがどこ入るか。さあ、どこ。おお、シャンメネさん。いや、これ即投げしといてあげよう。さっきの記憶もあるからね。あー、でもちょっと被っちゃったかな。この後通常来ると回復ちょっとまずいか。まあでも、ジャガン入れて、ダウン入らん。まあ、ここね、ジャガンの杖で来てるときは、正気でね、呪文耐性ダウンを狙えるので、まあ、そういう意味ではね、ジャガンの杖は、まあ、補助杖としてはね、バランではかなり優秀な感じですね。連続呪文、ドルモア、ドルモアで、ここで抜いて、紋章戦受けて、CT が早いからね、ギガブレ、ピオラ、間に合いそう。まあ、あの、紋章戦の時はね、そこまで、こう、まあ、割合ダメージなんてね、必ずガードというよりかは状況見てね、まあ、抜くときは抜いてっていう感じで OK だと思います。いやー、これは、クランさん以外に入ると落ちる。うわー、落ちたー。ここで石に消化になってしまいましたね。まあ、しかも倍速だからちょっと忙しいですね。あ、でもまあ、連続呪文を打って、まあ、石のアドバンテージを使って、この次、シャムネさんの連続呪文で抜ければ、抜けて、ギガブレ。クランさんが間に合うか。間に合いそうだな。いやー、これはベホ間に合うかな。間に合った。とりあえずこれで受けれるでしょう。シャンメネさん祝福入れて、じゃあピオーラシャンメネさんちょっと投げといて、アコールクランさん通常入り、
まあ、祝福で回復でここは大丈夫だね。祝福 ID 発布を、ペーコイミは間に合いそう。でもあんま投げてるか。じゃあガードスイッチ、石に消化か。消化するのをギガブレーシャムネさん、ベホ、うっそー、マジかよ。落ちるねー。 AI がかなり厳しい。まあこの前半で厳しければ後半が緩いと願おう。ポジティブシンキングやで。いや間に合わないな。もう死んでくれ。何なんだよこのいじめは。アリエンティだろ。貼られまくりのアリエッティっつってな。はい、そんなことはさておき。連続呪文、ドルクマ、ドルモア入って、連続ザオラルだね。ありがとう。そうすると、クランさんが祝福にスイッチで、シモンさん、ザオラル打ってアドバンテージあるんで、ピオラ投げていきましょう。さあ、ギガブレー、あー、アコール切れてるのか。クランさん間に合うかな、ガード。間に合いそうかな。間に合わない。ブレ来るから受けてからやな。どうだ、ピオ打ってる暇はないな。ギリ間に合うでしょう。間に合ってなさそう。間に合った。公開はいけないベホ。ああいけてた、マジか。ふう、ギガブレ早えな。どうなる、落ちそう。ガード先に入らない。仕組んだかのように。ダウンも入らない。まあ、ここは、ギガブレ来てますんで、焦って復活しないようにして、ガード間に合うね。全員ガードしてから、復活狙っていきましょう。さあ、ギガブレ入り。大丈夫か、クランさん、これ。まあ、でもとりあえず、戻しの、うわ、雷電よかった。あ、葉っぱ使ってくれた。連続でも打ったね。つなごう。これでとりあえず抜いちゃえ。オッケー。まあ、なんとか、石に雫なしで突破しましたね。間に合おうかな、これ。携帯変化、リューマジンバランですが、クランさんの回復、間に合うね、ベホで。ただ問題は、アクオイレイの相手のギガブレ前までにガードが間に合うかというとこですが、どうだろう。
多分通常受けるからガード間に合うかな。アークオールは入った。シモンさんが間に合うか。まあでも通常来んのか。あ、紋章戦からか。間に合うな。2票だったね。間に合って、通常ライデイン。あー波動来るか。まあ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 しゃあないね。で、携帯変化後のギガブレイクは全体ダメージになりますと。祝福ベホ、祝福なら自己回復でいいな。で、次の行動相手スキルはですねギガデインが来るので、まあ、このタイミングですね、攻撃であったり、まあ、自由にね、行動するタイミングが来ます。なので装備はあのデイン耐性ガチガチのね編成で来ております。で、このギガデインをまた受け終わったらギガブレイクに備えて、準備をしていくという感じの繰り返しと。ダウン入んないね。さあドルモは、ドルモはいいとこまで削ってアクを入る。できる。自己回復してガード。任せろ。かぶったか目覚め。ゼロ。次で気がでいいんじゃない。初期ダウン入んないね。全然前半厳しくて後半緩くなるパターンでもなんでもないじゃないこれ。出鼻からもうずっと厳しいパターンや。ただ足並みは今揃ってるんだよな。回復アイテムも残せてるし、ただ石に消化、まあ、雫は1個も消化してないからな。途中から少し緩くなってくれれば。消費ダウン、よし来た。こういうタイミングで入ってくれるのはありがたいですね。正気ね結構あの切れるの早いんでね、仲間が攻撃呪文を打てるタイミングで入ってくれるとありがたいですね。よろしゅう。回復入ってるからいけんちゃう。さあゲージ割り、携帯変化後の最大のポイントですね。スキルがギガデインの時にゲージ割りを行っていきたいと。でゲージ割り後ドラゴニックオーラが来るので割り役以外はガードして、ギガデインよろしゅう。連続呪文ドルモーアで抜いて233。どうだ受けれるか。呪文耐性1
よし、ギリ。で、ドローは受けてから雫を投げると。挑戦。うわー、マジか。まあ、まずは受けましょうか。うわー、ごめん、またやっちゃった。焦ってラリフォーマー。いや、紋章戦来るよね、これは。あ、もう投げてくれ。ナイス。ダウン来てくれ。付け直し。来い。来ねえ。いやー、落とされる。これで石は？あとクランさんだけ。いやー、これは落ちるでしょう。まあ、しゃあないでしょ、これは。どっちにしろギガデインで落ちるタイミングだったし。クランさんが耐えろ。よし。これで石を消化し、あ、石じゃねえや。雫消化せずにいけたと、プラスに捉えよう。挑戦も受けて、ギガプレイ終わってからだよね。まあいい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 、悪くない悪くない。ここ耐えれれば耐えれれば悪くない。これワンチャンしずくもありやで、 HP 次第で。しずく消化してない分、いや、これもどうなんだ。ここで雫はありやで。ナイスナイスナイス。挑戦。うん、ダウンが来ねえか。いやー、厳しい一発。あー、ベホかぶってる。これギリ耐えれる。
いやーこれ連続呪文でベホ2枚に上げておけやがったか。祝福間に合うか。まあこれが最善でしょう。任せろ。うっそ。雫は2枚残ってる。葉っぱは私が1枚あんのかな。あとはない感じ。やばくねこれ。カード間に合うんか。石消化、クランさんの石なくなる。シモンさんがガード間に合う。キリ1耐えていく。正気入ってくれ。ダウン来たー。いいね、いいタイミングだよ。あとは任せた。ただこれギガプレか。ギガプレが来ちゃうんだよね。ベホ入る。カード間に合うね。まあうわー、シモンさんおっきりかな。パフィンされた。耐えた。祝福入れた。シャンブネさんにベホ投げて、これで行く感じ。アクを入って泥クマまでは間に合わないな。いやーこれいけんのか。間に合ってないでしょこれ。多分俺落ちるな。うわギリ耐えた。いいね。さあラストゲージ。ドルモアいいね。いや入んねえか。あとはどこまでいけるか。紋章戦ガード間に合う。通常2発来なきゃガード間に合う。よしベホを入れといて、連続呪文結構溜まってんな。フルヘルスなら受けれるっしょ。いけるいける。雫使う。切れちゃったかもしんないけど
さあ倒しきったでしょ。これはお疲れ。まあなんとかクリアになりましたね。まあ今更でございますが、私もやっとバラン魔王級クリア達成しました。もうさ、ここでクリアなんだからさ、あれだね、もう最後竜王頭と、あ、竜王じゃない、魔人頭と魔人体両方出てくんねえかそんな都合のいいことないか。さあ来い。うわー、ノードロー。お、あー違うのか、これはクリア報酬か。紹介あんやと、ということでなんとかクリア動画となりました。さあ、あーないっぽいなこれ。アバンの印初ゲット。お、スーツゲットできた、やったー。はい、いいね。はい、こちらアバン印、首都を鼓舞する勇気、単価指示 3% で仲間全員の CT20% ダメ、攻撃魔力中でございます。まあ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 、これがね 3% だからあれですけど、面白いですね。そしてスーツゲットできました。電属性軽減中に攻撃魔力強、いいですね。あざます。なんとか、バラン魔王級今更でございますが、ずっと不運に、ま、見舞われておりまして、なかなかクリアできておりませんでしたが、やっとクリアということになりました。25体以内一度も死なないで両方ゲットできなかった。まあちょっとバランス帯集めやっていきたいと思います。ということで今回は、バラン魔王級なんとかクリア動画上げられました。ここまでとさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。